第一問です。よろしくお願いします。では1曲目聴いてください。Who can
ミッドミドライのローズでした。この日曲、2曲、ジブリ映画の中で日本語に訳されて、入っている2曲選んでみました。ということで、ジブリが好きなので、2曲続けてジブリ聴いてください。心を何に
とうございました。2曲目はジブリの中ではあまり有名じゃないゲド戦記の中のテルの歌でした。実はテルの歌一番好きなんですね、ジブリの中で。はい。ここで久しぶりに、イラスト趣味で描いているので、紙芝居的な自己紹介をさせていただきたいと思います。Yeah. 気楽な感じで聞いてください。はい。私、ジマです。昔ちょっと寂しいことがあって、島の周り真っ白、何もなくなってしまいました。そんな時に一匹の妖精が飛んできました。ブーン、ねえねえ、なんか忘れてない？誰かのことなんだと思います？ウクレレです。この何年か前に島ウクレレ買ったんですけど、すっかり忘れてて押し入れの中にずっと入れっぱなしだったんですね。そうだ、思い出した、ウクレレがあった、弾こうかな。練習しているんですけどなかなかうまくいかないんです。でステージとか立ちたいんですけどめちゃくちゃステージ怖いんです。なんでだと思います？ステージにはこういった黒い妖精が住んでいて、とぶーんと飛んできてチクってこの槍で刺されると頭真っ白になって、ベテランさんでも頭真っ白になって失敗しちゃうこの妖精が、まあ皆さんのところにはもうベテランさんなんで飛んでいかないですよね。来ます来ます。本当ですか？なのでジマはこの黒い妖精が怖くてビビってるんです。刺されると一気にブルーになります。はい。でも、そこでドラム猫さんの音が聞こえてきました。大丈夫だよジマちゃん。応援してるし、客席見てごらん。猫さんが言いました。ほら、皆さんも片手にはワイングラス飲んでるよ。ライオンさんだってもう酔っ払ってる。大丈夫、誰も聞いてないはずだから言いました。ほら、ギターの音も聞こえてきました。これモデルアヤさんです。書かせていただきました。応援してるから頑張れ、言っていただきました。また飛んできました、ブーン。でも今度は、ポップコーン持ってきました。ポップコーンあげるから大丈夫、刺さないよ。たまにはいいことするみたいですね、この妖精。ポップコーンの中から音符が飛び出してきました。なんか楽しくなってきたぞ。今もルンルン楽しい気分になってきました。そんなところに緑の妖精が飛んできます。楽しい気分だといい妖精も飛んでくるんですね、きっと。僕が羽を上げるから頑張ってステージやりましょう的な感じで黄色い羽をもらいました。なので島ふわふわと妖精のように飛べるように頑張って歌っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもそうでした素晴らしい、はい、ということで次の曲は、さっきのブラックフェアリーが、曲を書いてくれました。オリジナル曲をやってみたいと思います。ふわふわほんわかです。聴いてください。Thank you.
くてもいいんです、みんなに笑ってほしいから、みんなの幸せ願います、そんな気持ちで歌います、そんな気持ちで歌います。私をイメージして作ってくれました。ふわふわどこまでも、そこに
るのは誰でしょう。あなたと一緒に遊ぶ人、何かいいものくれる人、いろんなことを教えてくれる人、あなたを守ってくれる人、いつも一緒にいたいのは誰でしょう。